名古屋鉄道のダイヤ改正1987年から2004年までの名古屋鉄道ダイヤ改正本校では1987年1月1日改正から2005年1月29日白紙改正までに実施された名古屋鉄道ダイヤ改正について記述する客中参考文献関連項目外部リンク国鉄民営化によるサービス向上に 対向5700系電車投入などに伴うダイヤ改正。支線直通ネットワークの高密度化を図った白紙改正。配線変更とそれに伴うダイヤ強化スカグチ駅、二つ入り駅配線変更に伴う名古屋本線西部、津島線ダイヤ改正。線形の東場金山総合駅の整備7月9日の金山総合駅開業と、 世界デザイン博覧会の開催に合わせて実施。JR 側のダイヤ改正に伴うダイヤ改正。名古屋本線神宮前駅金山駅間の複々線化完成に伴うダイヤ改正。指定席車両の明確化名古屋本線一部区間での時速 120km 運転を開始したことに合わせて全線で実施。北アルプスの グレードアップパノラマスーパーの一般席車にあたる1200系電車と一般席車増結用の1800系電車が登場。パノラマスーパーの増備名古屋本線における時速 120km 運転可能区間の拡大及びパノラマスーパーの大量増備に伴う白紙改正。豊田線、美濃町線、田上線、モノレール線を除く全線で実施。 名古屋市営地下鉄鶴舞線と犬山線との相互直通運転が開始された。名士港鶴舞線、犬山線の相互直通運転線形、電車4次車12両の増備に伴い一部ダイヤが修正された。また、この時をもって7700系電車の定期特急運用は完全になくなった。稲駅の配線変更車両の増尾及び、 稲駅の配線増強に伴い実施。VVVF 制御車の増備パノラマスーパーの増備や、新型車両投入、3100系、電車、600ボルト線区へも780系電車を、投入に伴う、ダイヤ改正。西関ワンマンの登場前回の改正で登場した3700系、3100系も780系電車の、さらなる増備に伴い実施。 座席指定券からミューチケットへ1600系電車の搭乗に伴い実施。JR 東海が名古屋近郊の在来線で大規模なダイヤ改正を実施したこの日、名鉄でも一部ダイヤ改正が行われた。瀬戸線で実施。赤字ローカル線の廃止岐阜県内の赤字路線、竹花線、八尾線廃止に伴い全線で実施。中部国際空港連絡線建設に伴う 高架化工事のため、江ノ城戸駅と小波駅間がバス代行となった。上飯田連絡線の完成名古屋市営地下鉄、上飯田線の開業と前後駅の下り対比線設置に合わせて全線で実施。ありがとうございます。